百州武道具店の動画。生まれた以上は幸せになりたい。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。おー、今日はコテに対する応じ技の一つ、コテ抜き面をやりましょう。小学生の稽古とか見てるとね、まだ先生が教えてないのに自分で考えてコテ抜き面できちゃったりする子がいるんだよね。これって自分ですごい工夫してるの、すごいことなんだよね。そしてこの自己流でコテ抜き面をやってる子と、きちっと先生から教えてもらってコテ抜き面やってる子、同じコテを抜いて面を打つんだけど全然違うんだよね。一言で違いを説明すると、自己流でコテ抜き面をやってる子っていうのは、とにかくね、コテを打たれるのが怖いんですよ。怖いからコテ打ってくるのを抜いて面っていうのは、コテ避けて面、コテ避け面みたいな感じのコテ抜き面。反対に先生にきちっと教えてもらったコテ抜き面を打ってる子っていうのは、自分の技としてコテ抜き面を出してるんです。この差が大きいんですよ。じゃあまずは自己流でやってる子のコテ抜き面はこんな感じになります。怖い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 面、怖い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 。反対に技としてコテ抜き面をやっている頃、コテ抜き面はこんな感じです。タン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 。違い分かった？なんとなくやってるこのコテ抜き面っていうのは、とにかく動作が大きくなるんです。とにかくコテを打たれないように大きくかわして大きく面打ちも1、2という風に2拍になります。そして剣先が下がっちゃうね、すごい剣先が下がっちゃう。相手にも面はかわされやすいです。上手なこのコテ抜き面っていうのは、後からやり方説明しますけど、コテ抜き面を一つの技として出してるんですよ。こう構えてて、コテ打ってきた、抜くのと打つの一つの技。なんとなくやってる子っていうのは、抜いて打つ。これが2拍なんだね。1、2なんだけど、1拍で抜いて打つ。そして姿勢はまっすぐなまま崩れません。相手もコテを抜かれたと思ったらもう当たってるんですよ。コテ抜かれたかわそうっていう余裕がない。これが上手なこのコテ抜き面。まずはコテを抜くタイミングですね。これがなんとなくやってる子は早すぎるんです。これが早すぎる、だから相手にバレちゃう。コテを抜くタイミングっていうのは、ギリギリまで我慢してください。ギリギリまで我慢して一気に振り上げます。相手はもう当たったって思うんだよね。当たったって思うから体勢が崩れる、だから面が当たるんです。そしてこのギリギリまで我慢するっていうのは、もうやっぱりね、このタイミングは練習で掴むしかないですね。当たってもいいじゃないですか、練習なんだから。そして次はコテの抜き方なんだけど、ギリギリまで我慢するでしょ。ギリギリまで我慢して抜くときは、一気に手元を真上に上げます。真上に上げて面。これをなんとなくやってる子っていうのは、真上じゃなくて後ろに振りかぶっちゃうんですよ。後ろに振りかぶっちゃうと、ほら、剣先が下に下がっちゃうでしょ。それで結局遅れる。1、2になっちゃうんですよ。真上に上げれば1で間に合います。そして次は体重のバランスですね。さっきの振りかぶりとも関係してるんですけども、振りかぶりを上じゃなくて後ろに行った人っていうのは、体重も後ろに行っちゃうんですよ。体重も後ろに行ってまた前に持ってこないといけないでしょ。だから遅れちゃうんですよ。体重バランスが真ん中まっすぐ両足均等だと、このまま抜いて打つと体勢が崩れないんです。だから体重バランスをまっすぐしたまま手元を上に上げる、後ろじゃないよ、上に上げて面、上に上げて落とす、そういうイメージです。そして最後は足ですね。足の踏み込み、コテ抜き面の足の踏み込みっていうのは、前に出なくていいんです。いつもみたいに前に出なくていい、その場で踏み込む、これで十分当たります。前に出ると失敗するよ。なぜかっていうと、相手もコテを打とうと思ってもう前に出てきてるじゃない。だからこっちもそれに合わせて前に出ると、もうね、前が十分詰まってるから元打ちになっちゃうんだよね。コテ抜き面の時は前に出なくていいから、その場で抜いて面、その場で抜いて面、これで十分当たります。いかがでした？いつもなんとなくやってるコテ抜き面だけど、意外と細かいところあるでしょ。今のままでも十分いいのよ、十分いいんだけど、もっと上手になりたいっていう人は、この細かいところちょっと見直してください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。
まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。